続いてスーパーファイトに出場する選手の登場です。第9試合 K-1 ウェルター級ワンマッチ、青コーナー日本パワーオブドリーム中野幸太選手の登場です。明日の対戦相手です。赤コーナー日本谷山ジム第7代クラッシュウェルター級王者、山際和樹選手の登場です。ツーショットをお願いします。奥のムービーカメラにも視線をお願いします。ありがとうございます。ご着席ください。明日の第10試合 K-1 女子ミニマム級ワンマッチ、青コーナー日本社員沖縄ゆか選手の登場です。対戦相手です。赤コーナー日本ワイズ D ジム第2代クラッシュ女子アトム級王者、高梨ナックル美穂選手の登場です。ツーショットをお願いします。奥のムービーカメラにも視線をお願いします。ありがとうございます。ご着席ください。明日の第15試合 K-1 スーパーウェルター級ワンマッチ、青コーナー日本ビリーブマン松下大輝選手の登場です。対戦相手です。赤コーナーネパール志村道場アビダルヒマラヤンチーター選手の登場です。ツーショットをお願いします。奥のムービーカメラにも視線をお願いします。ありがとうございます。ご着席ください。明日の第16試合 K-1 スーパーライト級ワンマッチ、青コーナーブラジルブラジリアン対東映館、ビトートファネリ選手の登場です。対戦相手です。赤コーナー日本 K-1 ジム相模大のクレストクラッシュスーパーライト級王者、佐々木大蔵選手の登場です。ツーショットをお願いします。
奥のムービーカメラにも視線をお願いします。ありがとうございます。ご着席ください。それでは出場選手から試合に向けての意気込みを語っていただきます。まずは第9試合 K1 ウェルター級赤コーナー山際和樹選手お願いします。こんにちは、谷山ジムの、山際です。今回とても仕上がりもいいので、4年ぶりの K1 のリングを、楽しみたいと思ってます。相手の中野選手も、攻撃的で、すごく、強い選手なので明日は素晴らしい試合を、お見せできると思います。あとはちょっと前からアベマのコメント欄とかですね、 YouTube のコメント欄で、だいぶいじられてるんですけども、今回もですね、アベマの、コメント欄、にぎわせられるようにですね、頑張りたいと思いますので、応援よろしくお願いします。対戦相手中野浩太選手お願いします。パワーオブドリームの中野浩太です。計量もしっかりクリアしてすごく調子がいい状態なんで、ベテランの山際選手しっかり倒してやろうかなと思ってます。はい、明日応援お願いします。第10試合です。 K1 女子ミニマム級赤コーナー高梨ナックル美穂選手、意気込みをお願いします。高梨ナックル美穂です。明日は自分がどれぐらい強くなったか試すのが楽しみです。勝つのはもちろんですけど、ボコボコにしてやります。応援よろしくお願いします。対戦相手のゆか選手お願いします。社員沖縄のゆかです。明日は初めての K1 の舞台を楽しんでいい試合したいと思います。応援よろしくお願いします。第15試合 K1 スーパーウェルター級赤コーナーアビダルヒマラヤンチーター選手お願いします。おっすいむらどうぞ、ヒートチャンピオンのアビダルです。そうですね、明日はレベルの差を見せて、ボコボコにして倒してやろうと思います。応援よろしくお願いします。対戦相手の松下大輝選手お願いします。はい、いよいよ明日本番なんで、もうボコボコにしてやろうかなと思ってます。第16試合 K1 スーパーライト級赤コーナー佐々木大蔵選手お願いします。はい、いよいよ明日ということですごく楽しみ、ワクワクしてます。明日は K1、佐々木大蔵ここにありという試合をしたいなと思っております。青コーナー尾藤トファネリ選手お願いします。ブラジリアンタイトエカンビトルトファネリです。Eu tenho uma grande chance amanhã de provar que vou estar com dos melhores da minha categoria e com certeza vou pegar essa chance para mim。ブラジリアンタイの、ビトルトファネリです。明日は、とても大きな、この階級で、この階級で、とても大きな戦いを見せることができると、非常に楽しみにしています。それでは質疑応答に移ります。ご質問のある方どうぞ。すみません、山際選手と中野選手にお聞きしたいんですけれども、お互い久々のこう K1 参戦となりましたけれども、今回の試合で自分のどこをアピールしたいと考えていらっしゃいますか。山際選手お願いします。そうですね、職人技をちょっと出したいと思ってですね、老下さ、30を超えてちょっと老下いさとかですね、もう身につけたので、ベテランの強さをちょっと見せたいなと思ってます。中野浩太選手。そうですね、山際選手すごいベテランの選手なんで、ベテランの選手を倒して、この階級でもう全然倒せる選手がいるっていうのを見せれればいいかなと思ってます。はい、
高梨選手と由香選手と、それからアビラル選手と松下選手にお聞きしたいんですけれども、結構皆さん試合前からコメントもかなりバチバチだったと思うんですけれども、明日はどんなフィニッシュで相手に勝ちたいと考えていらっしゃいますか。女子ミニマム級から参りましょう、高梨選手お願いします。パンチだけじゃなくて他の技でも KO できるし、そうですね、セコンドがタオル投げたいと思うようなボコボコな試合にしたいです。青コーナーのゆか選手、倒される前に倒したいと思います。同じ質問になります。第15試合、赤コーナー、アビラル・ヒマラヤン・チーター選手。僕の KO ショーです。以上。松下選手、パンチで KO します。それから佐々木選手とトファデニ選手にお聞きしたいんですけれども、結構こうトーナメントも含めてバラエティ豊かなカードがこう並んだ中で、自分たちはこうどんな試合をこう見せたいというふうに考えていらっしゃいますか。佐々木選手お願いします。そうですね、僕自身は国際戦が、久々ということもあって、印象的には、国際戦と戦う佐々木大蔵は弱いと思われている部分があるかなと思うので、それを打破したいなっていう思いと、準備の段階で、コツコツこうやってきた成果を明日リング上でどう表現できるかっていうことも自分自身で楽しみなので、明日は明日の、トハネリ選手と向かい合った時にこう感じるもの、全てが僕自身も楽しみなので、どういう試合を見せたいというよりは、もう本当に、スーパーライト級、次の挑戦者は自分だと言われるような試合を見せていきたいなと思います。ビトー・トファネリ選手、Amanhã vai ser uma boa luta porque o Sasaki, na minha opinião, ele é o primeiro do ranking depois do campeão. Então, eu vou subir em cima do ringue com o espírito de caçar ele o tempo inteiro para eu poder aplicar um bom nocaute nele e provar que esse ano eu vou ser o campeão do K1. 佐々木選手はとてもいい選手だと思っていて、ランキングでも上の方にいると思っています。なので、戦っているリング上では、叩きのめすつもりでノックアウトしたいと思います。他にご質問のある方よろしいでしょうか。それでは質問以上とさせていただきます。選手の皆様ありがとうございました。ご講談ください。